道の駅と和田は青森県と和田市にある国道4号の道の駅である。愛称はと和田ピア。道の駅と和田は開発正式名称がと和田市電房自治区産業振興施設でセンターハウス、匠工房、場外馬券売り場テレトラックと和田、公園、多目的広場からなる。道の駅はこのうちのテレトラックと和田を除いた部分が該当する。 2001年の開役から2007年3月末日まで、戸和田市直営で運営され、同年4月から指定管理者制度となった。公募したところ、他に応募者がなかったため、初代の指定管理者には有限会社料品開発が選定された。2015年3月末の指定管理契約期間の終了に伴い、戸和田市が指定管理者の公募を行い、 街づくりを主目的とした法人株式会社パワフルジャパンと和田の事業計画が採択され議会承認を得た後2015年4月1日より新種計管理事業者となった道の駅と和田センターハウスは特産品 PR コーナー農産物普及コーナーレストラン軽食コーナーの3つに分かれそれぞれにテナントが使用をしている開業に至るまでの間 多くのウヨ曲折があった。その最たるものは、勝馬投票券販売所いわゆる馬券売り場が、併設されることに反対する、市民運動と設置場所に関する市内商工業者の問題。つまり、馬券売り場が、戸和田市に設置させ賭博性のある業種を呼び込む誘致に、対する市民の反対運動と、市南端に位置する場所であったため、中心市街地のメンバーで構成させる。 と和田市商工会議所などでも、なぜあんなところにという意見が紛失していた。当初の計画では、造成、建物等は、と和田市が開発を行い、運営は、と和田商工会議所に担う予定で、と和田市とと和田商工会議所と間で何度か折衝を重ねていた。しかし、と和田市商工会議所は、と和田市に対しての家賃相当にあたる、使用料の高額さを理由に、 運営の打診を辞退。その後、市は運営の担い手を求め、当時隣の戸和田湖町で道の駅を運営していた、財団法人戸和田湖ふるさと活性加工者、戸和田市内の戸和田市観光協会、戸和田市農業協同組合など周派を送るも、ことごとく辞退される。2001年8月に、公設民営の方針を転換し、戸和田市直営を目指すこととなる。また、 と和田氏は、死の広報をし、広報と、和田2001年8月号にて、各運営テナントの募集を発表した。特産品 PR コーナーへ応募した会社は1社、のみで、応募したのは、三本木商事株式会社。三本木商事株式会社は100%出資の、子会社、有限会社良品開発を設立し、この子会社がテナントとして入居することとなった。 その後2007年3月末日まで、と和だし直営で運営され、同年4月から指定管理者制度に移行した。その際、指定管理者の公募には有限会社料品開発の一社のみが応募した。結果有限会社料品開発が指定管理者に選定された。2015年4月1日、指定管理契約期間の終了に伴う公募、選定により、 株式会社パワフルジャパントワダが指定管理事業者となった。株式会社パワフルジャパントワダは東京に本部がある特定非営利活動法人元気な日本を作る会の有志メンバーが2012年2月にトワダ市内に設立した法人であり、トワダ市の PR やブランド化を推進するための活動を幅広く行っている。運営、株式会社三直と 和田農産物普及コーナーは主に農畜産物の普及を目的とし、地域内で取れた農産物が多数陳列販売されている。ニンニクは作付け面積日本に1、長芋も全国有数の作付け面積であり、携わっている生産者も多い。ダチョウ肉、中国系の野菜、ヨーロッパ系の野菜を生産している生産者も多く在籍しており、 珍しい農産物が売り場に花を添えている。農産物普及コーナーは株式会社産直とはだが運営を行っている。会員数は約100名。開役当初の2001年は任意団体として運営されていたが2003年に法人化2009年5月には株式会社化した2007年3月に 地産地消推進協議会有料事例として農林水産省局長賞を受賞。道の駅と和田は2005年3月に全国直売所研究会の発足に携わり、2007年6月の役員会選で理事職幹事となっている。運営、株式会社パーフルジャパンと和田と和田市内の加工事業者が製造する自慢の加工品をはじめとする。 土産品の販売や青森県のお土産全般を販売している。運営、株式会社式、彩りレストラン式、と和田市の食材にとことんこだわり、野菜は主に農産物普及コーナーで販売している、野菜を使用している。フードカウンター春夏秋冬、サンドイッチやパスタ等の軽食を提供。と和田の野菜から取った野菜出汁を使用したラーメンも提供している。匠工房は、 道の駅と和田の会駅に遅れること1年、2002年に開設された。工房内部は列折り作業室と加工室が2つ、研修室が1つあり、それぞれ南部、列折保存会、株式会社3直と和田が体験工房として運営している。計画当初の名前をおしゃれ工房と歌唱されていたが、道の駅と和田の開業時には匠工房という名称となった。 2007年11月に各テナントと共同で道の駅と和田環境宣言を発表し環境負荷の低減を目指すことを決めている。この宣言を受け2008年1月1日より道の駅全国発となるグリーン電力の使用を開始。発電委託先は日本自然エネルギー株式会社で購入電力量は10万 kWh。道の駅と 和田全体の電力使用量は約55万 kWh。現在はグリーン電力の使用を停止している。山頂オープンソースとは農産物直売所向けの売れ行き表示、欠品防止のシステム全体の総称。有限会社料品開発に在籍していた戸マベチ氏によって開発された山頂オープンソースは山頂メールとも呼ばれている。この仕組みは投資が非常に少ないため、 青森県内の直売所3カ所と北海道でも使われている。2008年、レル、i c s b スモールビジネス賞日本国内部門で優勝。初代日本一となった。このサービスは現在使用されておらず、今はポスレジシステムと連動した連絡メールとなり、生産者に利用されている。道の駅と和田グリーン電力4月認証へ、デイリー。 東北新聞社オンラインサービス、ありがとうございます。